行け行け行け、よし行け、俺来た。A と対決の動画を撮ってで別でもうちょっとなんか150キロも当たってるんで、まだどうでもよくていいはい、どうもこんにちは。本日は江戸川競艇場に来てるんですけれども、まだちょっと K には行ってないんですけれども、100万企画で今日取りに来てるじゃん。ええ、もちろん100万企画ちょっと自信のレースが準優勝戦にあるんで、うん、そこは別撮りで、ちょっとせっかく来たので久々に K と対決の動画を撮っていきたいと思います。でもその暇つぶし感覚でさ俺と対決すんなよ。いやまあでもそのまああれやん、一日にたくさん撮れた方がいいやん。まあそうだね、はい、ということでちょっと行ってはなかったんですけどもお願いします。はい、そして現在6レースか、6レースの手前ですので、6、7、8、9、11、12と6本、10レースは1本やるんで、はい、もう決めてるので6レース勝負でやっていきましょう。で、通知金は3万円で、で、まあ全部参戦でもいいし、最低5レース参戦で1レースは兼できるっていうルールでやりましょう。了解です。で、多分僕らやったのは確か平和島の G1、あ、違う、一般戦だ、多分去年なんですけれども1回やって、まあ、僕が確かボコボコにされたので、今日は逆転して僕が勝って1勝1敗でまた次につなぐと、なるほど、いうふうなプランでちょっとやっていきたいと思うんでお願いします。あれ2回やんなかったっけ、一番最初に平和島でやって、あ、そうだ、で、それは俺勝ってんだ。そうそうそう、逆転して勝ってて、今1勝1敗なんで、まあ SG といえば予想力かなり問われるんで、まあここで、まあ、実際どっちが予想うまいのかと決めてやりましょう。はい、ということでじゃあ6レースからいきます。はい、お願いします。はい、じゃあ6レース、まずこのレースはですね、伸びが節一クラスの池永選手が3コースに入っていると、そして前本選手は前付けに来なかったので枠なりということで、まあ、池永選手が握る展開がセオリー通りというか一番狙いやすいんですが、本節ダッシュからはバチバチスタート決めてるんですけど、1回3コースからちょっと遅れたレースがあったので、まくり切れるかわからないと、ただ外を回すということで、本戦は僕は池永が外回して太田が刺してきての 1-4、はい、茅原選手は、昨日のレース見る限り出足がもうめちゃめちゃ良くなってたので、逃げを信頼して 1-4 が本戦と、で、あとは、まあ、まくり切っちゃったパターンで 3-4-4-3、 はい、これで勝負します。 K は僕は平田選手を中心にあえて買おうと思ったんですけど、あえて今節は会えない方がいい、会えない方がいいんだ、戸田は会えない方がいい、平田は会えすぎでしょ、そう、会えすぎだと思ったから、会えすぎたんでやめたと、そうで、池永選手信頼から、なるほどね、まくり展開とまくり差し展開で両方セオリー通りと、はい、分かりました。はい、ちなみに 3-1 はね、俺絶対ないと思う。まあ、でも池永選手まくり出し得意で、あ、そうなの、そうそう、データ的にすっげえ入ってるんだよ。なるほどね、だからまあ伸ばしていくんだったら、まあ、足のいい萱原選手が残すかなと。わかりました。はい、じゃあ頭固定で、そう、わかりました。はい、はい、となりこの時間帯はスタートライン上の風ほぼ収まっています。スタートまで10秒切りました。進入隊形はインコースから、あ、池永決めた、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。あ、いいんじゃない。うわー、これは3頭や。総勢がコースタートを切りました。その中からも1コース、3コースの2人、3コースから出て、太田頑張れよ。内側の2人抵抗できる、やばい、3、2、4、兄ちゃん、もう待って、3、4になって太田さばけない、それで1番、2番の平田、そして3番の背に刺してきたのは5番の松本、残し1番、うっそー、太田3人の接戦、スタートは前提正常でした。3番の背に5番の松本、3人はやばいって、変えないね。平田選手もまくりに行った今。いや、差しだと思うよ。差しで普通に残してるよ。3人は変えないでしょ、どう考えても。うまいんじゃない、割と。待ってたら。3人は変えねえよ。戸田やっぱこれがいいんだよな。うわ、3人後なら2問集だよ。すごっ。しかしまだその後ろにからまだ押されていただくスターマンスポイントこれが一点は同点を決めた前半からメンキラ残念から5号を失敗発生したで5号でプロトーリス3号で1番から最低に3位の太田が最後も抜け出して読み合ってるだけ。3番から番4番では89枚すごいね、池永選手ここに来てまた連勝じゃん。やっぱ足が良すぎるんだよね、伸びたね、すげえな、今3連勝中じゃん。はい、2人とも外れました。次です、切り替えて。マジかよ。はい、じゃあちょっと7レースは、2人とも意見一致でちょっとこれつまんなそうなんで剣します。で、飯食いに行きましょう。 OK。 はい、
7レースはちょっと剣士で正解でしたね。ガチガチだったので。そうだね。そして8レースなんですが、ここはちょっと勝負度低めで少額で僕は行きます。順位勝戦にちょっと熱く張りたいので、ということですね。ここは会えました。普通なら、まあ穴党の人なら磯部あたりを行くところですよね、うんうん、セオリー通りで、まあ本命党なら14とかを行くところなんですが、僕は会えまして、原田選手の差し、これ会えてるでしょ。会えてるね。本当だ。で、豆買いですけれども、これはちょっとあの満州、豆買い満州で、なるほど、2の豆展開ってことね。はい、ということで、まあこれはちょっと自信、あんまり自信ないので少額でいきます。はいはい。で、僕はキャッシュレスで購入したんですけど、はいはいはい、なんか機材のアクシデントみたいで、あのレシートが出てこなかったんで、うんうん、そのまま、口頭でいきます。あの記録はこの中に保存されてるんで。なるほどね、わかりました。僕が買ったのは、磯部選手、あ、セオリー通りのまくり。もう会えなかったんだ。会えない。会えないっていうか、それ意外と普通に配当ついてるからね。 4-5?4-5、4-6。マジか。うん、だからもう4-156-156の6点に500円ずつと、あ、もうセオリー通り何にも会えてないね。何にも会えてない。まあそれが会えてるのか会えてないのか分かんないけど。なるほどね。まあ確かに50倍ぐらいついてるね。そう、それと1位の逃げで4-6-46、1-4-6-46。そう、なるほどね。深谷選手と磯部選手。わかりました。はい、お願いします。はい、ここまで脱出権の3着が最高、6番の中島が遅れれば幕屋だな。新入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。あるんじゃね。ない。刺すよ、これ刺す刺す。原田させ。やんだよ、出足弱すぎる。出足が弱すぎる。届かない。今ので刺さんないのは本当に全然帰ってきてなかったね。スタートは前提正常でした。後ろから内をついては6番の深谷、外から2番の原田、4番の磯部が振り切って先頭の差が、あ、4時入ったね。詰まりました。少々2枠外を膨らんだ1番の中島、入んないか。なんとかここはこれは会えなくて、かばしています。会えない本命との差が先頭を守ります。2番手4番磯部はその差が2停止、3番手には2番の原田が抜け出す。お、6なら持ってんだっけ。あ、6あんじゃん、6になってる。マジこれ1勝6なら20倍くらいつくんじゃない。2つ込め。なんでだよ。バトルだから。6だね。うまいね。なんで1勝6だけ抑えたの。謎ね、それはあえてないよね。なんで一応の抑えた。もう会えない会えないみたいな。やめない。やめるか。逃げました。1番の中島。いや、これはナイス。追い詰めましたが、と一歩4番。え、いくらって。500円。500円か。最後は3、4番で、その差3停止半。いや、でも4番で、後ろは5番と3番、渡辺が接戦の展開で。いや、間違いない。先頭最終ターゲットを移ります。人気両者について3番では6番の深谷で、3連単は1番、4番、原が足やっぱ悪すぎるね。先頭1番が今だよ、レシート出てきてれば見せられたのに。多分当たってると思う。ちょっと紹介してくるわ。ちょっと紹介してきてください、うん。はい、今の紹介してきました。今んとこ2レースで9000円投資してて、うん、残金が21000円でプラス適中分ってはずだったんですけど、はいはいはい、どうやら残金が増えていないと。え、で紹介したら江戸川のレース買ってた。何やってんだよ。江戸川のレース買ってる。まあとりあえずちょっとやらかしたということですね。はい、はい、すいません。何やってんだ。はい、これちょっと展示から撮ります。まずは注目がこの中越選手のピット離れ。何回も今節コース取られてるんで、で、あとは深川選手がどんだけ入ってくるか。改善したっぽいね。1-4-2-3か。だから中田選手がまた角ってことかな。1-4-2-3-5-6か。そうだね、一応展示では。なるほどね。1-4-2-3-5-6ですね。まあとりあえずこれで。はい。はい。
はい、そしたら9レースですね。ここは、さっきの展示あの通りで142356と深川選手の前付け、中越選手はチルトを戻してきたので0.マイナス 0.5 になので、おそらくピット離れは今日は遅れないんじゃないかと、で展示通りになると思う。そして深川選手が今節2コースが3回あるんですけれども、深川選手が2コースに入った時にこの3戦とも4コースと5コースの選手が2人とも船金に絡んでたんですよ、3戦ともね。でこれはその3戦のうち2戦は、深川選手が前付けに行っての結果だったので、まあ、今回と同じようにね。なのでおそらく3コースの選手が握って、まあ、恵まれた 4コースの選手と5コースの選手が船金内に来てるんじゃないかと。で今回もその展開になるので、中越選手が握って4コースの中田選手と5コースの大上選手が突っ込んでくるという予想にしました。ということで3号流しと3流し5、3号流しと3流し5、はい、はいはいはい、そして5号3流し、はいはいはい、そして森田が逃げた場合の1 3 5 3 5。でこの過去の3戦をその通りに両方船剣に必ず絡むという設定で買いました。なるほど、はい。僕はですね、今節中越選手にピット離れやらレースやらで散々裏切られ続けたんですけど、なるほどね、やっぱ初始は貫徹していきたいと、あ、狙うと、うん、なんでここは3コースまくり4コースまくり両方狙ってます。2-3、2流し3と3-1-5-1-5-6と。そうです、なるほどね、はい、まあ、3コースまくりと4コースまくりね。そうです、わかりました。はいはい、よし行け中田龍太、5番の大上、地元の意地、6番の鶴本、中田選手伸びないからな、いや本当にな、マクリス出しだったらだって1、2コースの2人、もう少し 100m 近辺というところです。進入台形はインコースから1番、4番、2番、3番、5番、6番です。よし中越いった、しました。4コースカロから3番の中田、5スタートも3コースから出ていく、やばい、2、3だったら K まくりや、中越が先にまくる展開になりました。2-5、なかなかついてくるわ、5頭、うそー、なんで、待って、6、中越を吹っ飛ばせ、うわー、爆あれ、何あれで、さすがに飲んだよ、見まくり展開で5頭、あー、くそー。5番の大上先頭、2周近くの旋回、2番で2番の中越との差は3点シット開いています。そして後ろは5-2-6、うわこれ取りたかったな、3番手、悔しすぎる、最後の最後まで中越先頭、2周の2番の先頭で5番の大上、2番手で2番の中越、あー無理だろこれは、3番手が6番の鶴本、レースはこれから最終周回へ移ります。おー、うまかったね、先頭5番大上五輪、2番中越五輪、6番、はい、残念残念、はい、11レースなんですけれども、ここは個人的には準優勝戦の中で一番硬いんじゃないかと思ってます。吉川選手の伸びはやっぱりこの中に入れば一番いいので、まあスタートさえ決めれば先前できるんじゃないかと。ただ桑原選手がちょっとフライングを持ってるし、チルトゼロで、まあ、伸び型なので2コース向きではないとなれば、桑原選手を少しだけ嫌って、僕が重視したのは5号艇の菊池選手、まあ、今節ずっとねバランスよく、とにかく道中の競り合いで負けないって自分でも言ってたんで、なるほど、とにかく足が全体的にいいので、これの2、3着付け。ただ桑原選手の2着は嫌って、1、3、5が大本戦ですね。1、3、5が大本戦、はい、であとはまあ金額振り分けでいってます。1、5、3もまあ本戦で勝てます。なるほど、はい、これでまあ点数絞ってるんで回収できます。で K は1、4、5、3、4、5、6ね、もうこれは完全に置きに行った、3が握って、うん、これは完全に置きに行きました、まあ、2人とも硬いと見たと、うん、で残り9000円と。これだってオッズ的には、オッズ的には全然美味しいよ、その1、5でも20、30倍ぐらいついてるから、これ外したらもうちょっとカメラマン K の名が汚れるよ完全に置きに行った、はい、はい、だんとスタート攻め出しています。これはねちょっとね、どんな策があるかどうか、ダッシュ3艇、
昨年地元クラシックは準優勝でした。5番の菊池康平、5ホース、6コースは久々の SG ファイナルかかる6番の山口剛、進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。あ、桑原がスタートしました。5コースから5番、ただ吉川伸びるになりましたが、1、2コースの2人も差がなく、ここは伸び返していく。よし、1、3、5、1番の吉川逃げる、内をつく、2番の桑原、菊池頑張れ、まくって攻めた3番山崎が続く、2番手は水です。ここはしっかり逃げました。こっからよ、菊池のレースはしょリードは3点進、2番手は2番の桑原がインコース、1点進リード、スタートは前提正常でした。こっからいける、3番山崎、内から5番の菊池がやってレースはし、いける、よし、いけ、オラ来た、よし、ただ1、2、5は俺が嫌ってるところじゃねえかよ、かわさねえと思ってねえよ。桑原はうますぎる、菊池突っ込め、うわー、ダメだ、しかし懐入れません。2番手先行する2番の桑原、ここは邪魔された、そして再び上がってきた3番山崎は、ここは3番手の1、2、5か、いやでもワンチャン菊池の方が出足はいいからなんとかならんかな。その後ろに6番山口最高峰、1、2、5は嫌ってるとこなんだよ、勝ってねえよ、会えてるよ、パスタ見てる、あー終わった、会いに行く、今度は内から6番山口が上がって、3番山崎との3番手山崎を変えます。これから最終周回、2番手2番上原のリードはさらに広がりました。先頭は1番の吉川のもちろん最後のバックストレッチに移ります。2番手水槽、2番の桑原、3番手6番の山崎と内を突く、3番山崎、3番手は接戦展開、まだ決着つきません。ここは1番の吉川元博がきっちりと逃げまして勝ち上がります。そして2番の桑原優、 SGA ファイナル初のリュースが見えてきました。すげえな、初出場だよね、すごすぎ。3番山崎、内をついて6番の山口、これはどうか、届きません。先頭は1番吉川五輪、やっぱ初日のロックコースまくり差しは伊達じゃないのよ、やばいです、両方当たってません。はいはい、そしたらですね、実はこのレースちょっと別企画でも、急遽撮ってるんですけれども、一応こっちでもね、解明を発表しておきます。で、多分ですけれども別企画の方が先に買い目が、動画が上がってると思うので、まあ、そっちとちょっと同じ感じになっちゃうんですけれども、ちょっともう一回、買い目を発表し直します。予選首位通過の白井選手が陰性に入ってるんで、1号艇から圧倒的に売れてるんですけれども、今節ずっとダッシュで人気になっていた平尾選手が、なぜかこの準優勝戦で人気をしてないので、で角で人気をしてないので、まあ、ここはもう本当に何だろう、妙味ある船券というか完全に人気の盲点になっているということで、平尾選手のまくりを狙ったんですけれども、4号艇を本命にするのではなくて、5号艇、その隣の5号艇の馬場選手を本命にしました。馬場選手のまくり出し、これを本命にしました。はい、514全、これが大本線ですね。で、本線に514146に追加投資してます。そして4頭は41はあえて嫌って、分回す展開だけにかけて4号だけ一応抑えてます。これもほぼ7、80倍はつくんで4号だけ抑えてます。4号線、はい、そして、はい、本線に追加投資ですね。これでちょうど、6600円で残金ゼロです。はい、はい、以上です。僕はですね、大体似てるんですけど、まず平尾選手のまくり4から156156、うん、それ各1000円ずつで、それと、まくり切れずに絞っていく展開で馬場選手と用意ドンしてまくり差しで勝つ峰選手、あー5じゃなくて、だから俺と違うところは5じゃなくて6をしたってことか。そう、4のまくり展開は同じだけど、4は筋、156156で5頭じゃなくて6頭にしたってことね。そう、だから多分同じ展開になって当たれば K の方がでかいっていうことになるよね、多分ね。ああ全然峰の方がつくね、峰だったら2万周つくんで、はい、しょっす。よっしゃ、ヒロ思いっきり入れてんぞ。ここ一番はどんな策を出してくるでしょうか。4番さあ、4番のまくり穴いじみしてくれ、頼む。スピードキング5コースに5番の馬場雄一、そして SG 連敗ギリギリ、頼む、スタート決めて、頼む。6番の峰竜太、行け。最後の準優勝戦向かい風のスタートライン上、進入体系は1コースから1番行け、3番行ったんじゃない、6番です、行け、スタートしました、絞れ、そういったスタートは4コース角から4番の平尾、絞れ、よし、しかし出ていく、邪魔、負けだせ、ババー、よっしゃ、入った、入れ、よしよしよし、やばいやばい、頼む頼む、よし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 、け、来たぞ、待ったら、本当にそのまま白井正則まくり返すなんで、やめろ、本当に頼む、
頼む、ババ内側狙って仕掛けるか、ババ5番のババ、よし外を待って、1番待て、内から一気に、おい、ふざけんなよ、お待って待って、ありえない、ゴーサーがねえよ、おい待って、マジでこれから2周、それはないよ、知らんげ、ゴーサーはないって、ほんとによし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 、頼む、知らんエイジ、やばい、100かゼロだよこれ、もうやべえ、心臓止まる、やばい、159万、白井頼む、白井、白井、白井、よし、よし待て、白井待て、よし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 、いいぞ白井、やばい、お前この気持ち分かんねえぞ、お前には、頼む、本当にやばい、もうやばい、死にそう、やばい、俺手震えてるからね、今もうジンジン来てる、よっしゃ決まった、よっしゃー、俺ぶちかました、来たー、よっしゃー、いやいや、3でいいぞ、3来い、キリの方が高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 い、キリ、よしやったぞ、負け、やったやった、掴んだ、待って待って、あることだけを確認させてくれ、うん、よっしゃー、やべえ、もう手が震えてるんじゃなくて電気が走ってる、電気が走ってる俺今、はい、ということで300円しか持ってなかったので、4万8000円ぐらい、4万7000ちょい回収なんで、まあ僕の勝ちだ、ありがとうございます、で別でもうちょっとなんか159万買ってるんで、まだどうでもよくていい、はい、ということでじゃあこれで2勝1敗ということです、次も勝てばもう俺の完全勝利か、はいはい、お疲れ様でした、あれ、ちょっと嬉しすぎていいね、覚えて